それではこれから太田監督と、スペシャルゲストナレーションを担当されました小池さんのトークイベントをこれから始めたいと思います。はじめに皆様にお願いがあります。ここからの撮影は一般の方の写真撮影はできませんのでご協力のほどお願いいたします。まずはじめに太田監督よりご挨拶がございます。このトークショーの進行は太田監督にこれからバトンタッチをいたします。それでは太田監督お願いいたします。拍手でお迎えください。皆さん、本日は本当お集まりいただきましてありがとうございます。やっと映画できました。はい、ありがとうございます。で今日はね、もうあの映画出演されたあの吉田さんとか日原園長とかも一緒に見れて、ちょっとね、いつもと違うちょっとドキドキしてる感じですね、見させていただきました。はい、それではあの早速小池さんの方あのご登壇お願いいたします。どうぞ皆さん拍手で。今日はお集まりいただきましてありがとうございます。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。あのもう今日あのナレーションを入れさせていただいた状態でちょっと試写をさせていただいて、はい、ちょっとあの感想などまずちょっと印象に残ったシーンなんかもしありましたら。いや、なんかね、冒頭から天国に誘われてるような本当に私たち大人が見てもあの映像美も含め、またテーマがあの発酵の楽園ってなかなかこう発酵食とか発酵について認知のある方またはない方っていうのがこうどんな作品なんだろうっていうのを彷彿させるような本当作品だったと思うんですけれども、あのユンさんとはあの他のお仕事でもさせていただいてて、電子生活でもやはりあの発酵食品を食することっていうのを私自身も気をつけてますし、まあ、作品の中で本当に最初から最後まで子どもたちが食が作られる過程または食されるっていうところまでをあの体験させてるっていう、その体験学習っていうのが本当に今現代子どもたちにとても必要なことなんじゃないかなっていうのを考えさせられる作品になってますので、多くの人にね、本当にあの子どもたちだけじゃない大人の世代の人たちっていうのがまず改めて見てほしいなって思う作品ですよね。ありがとうございます。はい、もうあの小池さんに今回ねお願いしたのはあのこの前作にいただきます味噌を作る子どもたちというのをですね4年前に作らせていただいて、でまあほとんどあの見ていただいたように自分で、撮影をして編集をしてもう手作り映画なんですけども、まあ、ありがたいことに全国で650カ所ぐらい上映していただいた中の映画を実はね小池さんちょっとご覧になっていただいて、はい、はい、なんかその映画をご覧ってどんな感じでした？一作目は印象に残ったし、いやこういう映画ってありなんだって思いますよね。なんかあの日本古来のまた私たちが伝統食としてきたものっていうのが改めてみんな分かってるようで分かってない、でどういうものが発酵食でありどういうものが日本人 の腸内細菌としてずっと培われてきたものなのかっていうのをゼロから教えていただくっていうような入門編の方も見れるし上級者の方も見れるし再確認の上でもこういう作品っていうのがなんかこうもっとメジャーな作品の一部としてまたは普通の映画の中で発酵食を食べてるってことが普通な世の中になってほしいなって感じる作品でした。ありがとうございます。その一作目の、まあ、福岡の保育園で、まあ、保育園の中で玄米と味噌汁と、まあ、子どもたちが手作り味噌を作って自分たちの作った味噌の味噌汁を毎日飲むというですね割と有名な保育園の映画が一作目で、それを見ていただいた小池さんの方からなんかあのこういうお仕事ってすごく素敵というふうにちょっとあの感想をいただいたもんですから、あのありがたいこと言いたいというところで、はい、ナレーションをお願いしたというのが、まあ、今回の2作目ですね。で
あの小池さんご自身が、はい、もう食生活があのとってもあの見ていただいた映画に非常に詳しくて、それなんでかなと思ったら、あのお母様があの東条百合子さんを呼ばれて、そうですね、はい、5歳から私玄米食で育って今に至るんですけど、まあ、5歳って物心作って前で、なんでうちのご飯いつも茶色なんだろうなってずっと思ってた頃から、あのお魚も小さい魚がメインで、肉は月に1回出るか出ないで、まあ混じったちょっと混じお肉は取るけど豆腐がメインみたいな、そういう食事を今で言うととても前衛的なんですけど、前衛的当時はうちお金がないのかなとか、なんでいつも茶色いものばかりなんだろうなって思ってたのが幼少だったので、ある種私にとってはこの発酵の楽園も含め発酵食を食することっていうのが、あの自立して自分で一人で生活していくようになると、あれ最近発酵食って取れてないなとか、忙しさにかまけて調子、自分の調子や体に向き合ってないなとか、いろいろ感じるようになって、またこう家庭を持って子供を持って改めて発酵食っていうのをもう一回スタートさせてっていうのが今に至るんですけど、今ってこう子供たちがあの精神的な面も含めこういろんなアレルギーを持っていたり、はい、あのちょっと私たちの時代よりももっと多くの未病というか体調不良というか、そういうものを感じてるお子さんがすごく多いなっていうのを感じてて、そういう人たちに食生活っていうところがどういうものを食べてるのかっていうのは、なかなかあのそこまで家庭に入ってどんなものを食べてるかっていうのがわからないんですけど、食事をシンプルにすると自分も楽になるし、子供も落ち着くようになったり、腸内細菌が増えて腸が落ち着くと精神も落ち着きますから、やはりそういう心と体がつながってるんだなっていうのを体感しているので、実際そういうものを勧めたご家族が家族ともどもこう体調が良くなって円満になったり、そういうこう幸せのネットワークが広がってるのを見て食の、はい、やっぱり食はすごく大事ですし、食が体を作り精神を作るので、そういったことをこうあのここ数年は特に再確認しながら生きているっていうのは痛感してますね。この間あの脳科学者の森健一郎さんと、はい、実はまあ映画出演されている吉田さんと僕と3人でちょっとトークショーがありまして、やっぱりあの最新の情報でやっぱり腸と脳がほぼつながっていてですね、そうですね、実はあの腸はもう第二の脳という以前にほぼ脳最も重要な器官で免疫系も司っていて、でまあ、あの幸福物質みたいなものもですね、昔あの脳が作るっていうふうに思われてたものが、実は腸から脳にその信号がいってるというぐらい、この腸いわゆる腸内細菌が大事だっていう話にこうなってきてるんですね。そうですね、最近はその認識もある程度、はい、あの広がってきてるのかなっていうのはあの感じますけど、1年ぐらい前まで、はい、1年前まではあまり ね浸透されてなかったかなっていうのを思いますし、はい、まあ、大体今腸内細菌ですとか腸活ですとか、はい、そういったあの言葉が浸透しつつあるのかなって思いますので、このブームになって日本人も本当にあの腸内細菌を良くしていこう、発酵食品を食していこう、そうするとやっぱり周り、自分の周りからこうあの健康も含めて幸せになっていけるので、実際食が本当に体を占めるから、体調も3ヶ月ぐらいしますと大体体調の変化を感じると思うので、こういうのが浸透していったらいいなと思って、もうね世の中の、ね、奥様は除菌除菌ですからね。そうですね、除菌良くないですよ ねうちの子供まだ4歳で指しゃぶりするんですけど、もういろんなとこ触ってずっとしゃぶってるんだけど、はい、どんどんしゃぶらせてます、ね、指しゃぶりする子たちっていうのは自然に自分 の、はい、あの菌が足りないからやってるんです、ね、うん、脳科学者の先生にも私一度聞いたことあるんですけど、子供っていろんなとこ舐めるし、はい、靴とかも舐めますし、はい、舐めさせた方がいいしですね、はい、自分の菌が足りないと思って防衛本能で舐めてるんです、はい、
はあ、なるほど。どんどん入れなきゃいけないと思って、だからね、ちょっとした除菌の全く真逆で、うん、今その DNA で解析で最近の考え方が今変わって、ちょうど地動説から天動説に変わるぐらい、うん、最近の科学 の常識が今ガラッと大きく変わろうとしている時の、ちょうど今狭間に我々いまして、やっぱり除菌しなきゃ、もう味噌は絶対手袋をはねて作るみたいなね、絶対ダメですね、おにぎりも絶対手袋みたいな、私わざわざ母親常在菌を入れるために手でやりますし、まあ、大体今の水道水は塩素がこういう東京都も全部入ってますので、水道水が一番の消毒だから石鹸は使わないですし、まあ、多分こういうことをまた公共施設で言うと混乱を招くかもしれないですけど、まあ、一家庭一社会として菌を入れるってことが、多様性も含め多様の菌が腸内に入るってことが免疫力につながるってことを、皆さんがそろそろ体験的に分かっていただきたいなっていうのは私自身ありますね。マスコミの方、今のところよくちょっと調べてから入ってくると思うんですけど、闇雲に手を洗わないとかそういうことではないんですけども、ただ行き過ぎたその、まあ、菌皆殺し状態ですよね。お腹の中もね、抗生物質で殺しちゃう、畑ももう全部土壌殺菌をしてしまって、土の中の土壌菌も殺してしまうというようなね、ことに今まではなってたんです。で、なんかそれがやっぱり科学のその姿になっていたのが、まあやっぱり分かってきたわけですよね。菌こそ大事だと。そう、私自身も今年夏に畑をちょっとやりまして、でお庭にどうしてもやっぱり芝生を植えたくて土を入れたら、虫が湧く。それはどうしてかと思ったら、やはりその土がどこから来て、その土が要は農薬とか除草剤とかを使われた土だとしたら、異物が入ってきたと思って虫が自然の生態に戻ろうと思って虫がものすごい湧いたんですよ。で、最初気持ち悪いとか怖いとか、やっぱりそういう概念で、なんでうちだけこんなに虫が湧くんだろうって思ったら、あ、土を入れたからだと思って、だ虫さんありがとうと思って、虫の多様性も含め、はい、そこに共存していくっていうので、はい、虫がきれいにしてくれてるって思うと、そういうことを体験していくと、だんだんこう自然の摂理も分かってきて、雑草も抜かずに、まあ、抜いたとしたらそこに置くとか、そういったことをすごく体現できたので、いろいろ面白いですね。そうですよね、本当にこう感じるセンサーを立てていって、単純に虫が湧いたから殺すっていう簡単なことではなくて、まさしくね、吉田さんがよく言うのは風の谷のナウシカは本当だっていう話でね、虫がやっぱりこう浄化をしてくれているから、それは汚れたものを食べに虫さんが来てくれていて、浄化してその悪いものがなくなってくると、もう土ができてくるわけだから、そうすると虫がいなくなる、はい、徐々に減るんです。それがね、体感されている、はい、素晴らしい。で、なんでだろうって、こんなに虫が増えて、こんなにいろんな種類の毛虫が出てきて、なんでだろうと思ったら、あ、芝生の下に入れた土だと、この土だけは外から来たものだから、はいはい、それ調和しようとしてるんだっていうのを見てからは、そういうふうに子供に説明できるようになりますし、やはりなんか体験のみぞ分かるそうですことだなと思って、はい、すごく今日 の映画も含め、私分かる分かると思って拝見させていただきました。あと味噌作りもねなさって。そうですね、まあ、私が住んでるエリアが、皆さんホリスティックなお仕事をなさってる方がすごく多い中で、皆さん集団でお味噌を冬の間にたくさん作るんですけれど、今は味噌を作ることも毎年恒例になりましたし、昔私たちが母親たちと冬になったらこう味噌を仕込んでいたとか、梅酒を作っていたとか、なんかそういうことが日常的になる世の中になっていたらいいなと思いますし、実際手作り味噌を私スタッフの人に少し分けてあげたりするんですけど、みんな次の年は作りたいのでぜひ飲んでくださいとかこんなに美味しいお味噌汁久しぶりに飲みましたとか、やはり遺伝子的にお味噌汁が美味しいっていうのを日本人はあるんだなっていうのを。
Tokyo Borderless TV